さあ今日のね、10時台の特集になりますね、今日は冷凍食品、はい、これは僕はほんまにびっくりいたしました。もうね、なんでこの話をしようかと思って思いついたその元ネタっていうんですか、あちょっと番組やなと思ってやってた番組を発見いたしました。今日はまあテレビからね、話題を借りたいと思っておりますが、2022年今年の2月27日の日曜日のですね BS101101 っていうんですか、これの18時から45分間の番組でした。それで、僕も時々この番組をこの時間でもご紹介申し上げておりますけれども、クールジャパンというね番組で、そのテーマが冷凍食品フローズドフードと言ってましたからね、こんな番組やったんですよね。でこの番組の面白いのは、外国人の方が、日本にお住みになっているというか、日本が基本的に好きな方なんですけども、そういう方々、いろんな職業の方がおられまして、英語の先生の方もおられたな、とコンサルタントもやってるとかですね、そんな方が男女、いろいろ来てるんですけど、世界各国といったら大体15人ぐらいが、大体出てる感じがするんですけどね、そんな方が、司会の方の出されたテーマについて、日本の教育でしたら、冷凍食品ですよね、これの、クールなところとノットクールなところを、討論していただけるという番組なんですよね。でこれ僕自身がね、本当に、こんなこと言うとなんですけども、恥ずかしいですね、あんまり日本のことを知らないっていうとね、俺外国人じゃないんですよ外国人じゃないんですけども、なんか一つのところは割と僕ね、ぐーっとこう頭突っ込むんですけど、全体ぼやっとしてるんですよ、ね、そうですか、自分でそう思ってるんですけども、幅広く何でも知識をお持ちなので、そうですか、すごいなと思ってるんですが、そういうこと言ってくれるとまた息じびってちょっと困るんですけど自分としてはね、割と日本のことあんまり物知らんなと思いまして、特に食料品とかそんなことは、うちの連れ合いにも全く任しきりでやってきたもんですから、さっぱり分かってないんですよね。美味しいもん毎日食べさせてくれてありがたいな、料理研究なんかやっておりましたもんですから、YouTube なんかでもね活躍してくれてたんですけども、そんなことで特に食料品とかそういうことについて知らなかった。でそれで冷凍食品についてもこの番組で、知るまでほとんど知らなかったという点ぐらいでしたね。その辺が我が目の前におられます桜山さんと全く違うところで桜山さんはもうお話聞いてましてもね、5年間ほどガスコンロ作ったことないとか、そうですね、それでベッドの、40センチぐらいのところに電子レンジがあるとか、いや本当に手伸ばすと取れますそれを考えるとなんか冷凍食品の使い手という感じはするんですよ。お世話になってますよ、大きくしていただいてます。そうですか、いやよかったよかった。そんなんで、この番組で、こういうテーマがあって、いろいろ外国人の方が体験に行かれたり自分の話をしてくれるんですけども、この時の、初めの一番トップはですね、インドの女性の方がね、冷凍食品を体験しはるというコーナーがあったんですよ。でこれインドの女性の方が、スーパーへ行って冷凍食品のコーナーをずっと見張るんですよね。これだけたくさんねスーパーに冷凍食品があるというのも僕は知らなかったですね。かなりの数の壁にザーあと冷食の棚があって、でそこからいろんなものをキャーキャー言いながら選んではるんですよね。でまずびっくりしはったのがですね、これインドの方で30代ぐらいの方やと思うんですけども、まず安いってなりましたね。安さにびっくりということで、これがまだあったんですよね。それとね、面白かったのはこの方がびっくりしはったのはですね、例えばカット野菜を売ってるってことでもびっくりしはったんですけども、そのカット野菜が料理ごとにいろいろ売ってるって言うんですよね。和食に向くカット野菜とか、それからですね、洋食に向くカット野菜とか。それは知らなかったですね。さすがの里山冷凍博士もそうですか、僕も持ってきちゃったんですよ。で例えば和食なんかの場合はですね、小芋が入ってるとかね、そういうなんかちゃんと冷凍した野菜があって、和食ならこの野菜を入れたら和食風になるとか、洋食ならこれをいこうかというようなことなんですよね。それともう一つこの人がびっくりしてはりましたのが、まず安さにびっくりしてはりましたんですよね。これ240種類ぐらい以上そのスーパーに並んでました。またそのスーパーはすごいですね。そうですか、あれね、取材地が主に東京ばっかりですからね。
まあ、こんなんが大阪とかあるかどうか分かりませんけど、普通のスーパーでしたから多分あるんじゃないかと思いますが、でね、その約9割がね300円以下でしたね。これはやっぱりインドでも安いでした。特にもう80円とかそんなんがあって、これなんかね、鶏ごぼうご飯なんていうのは90円でしたからね、インドでもこんな安いのはない。まあそんなところにびっくりしてはりまして、それと本格的な料理がですね、これ美味しく食べられるっていうことには、うん、もう本当にちょっともうびっくりを取り越してはったようなね、ものとしてありましたね。でこれはまあそのいわゆる、それと面白かったのは本格的といえば、ね、ビビンバ、おこげチャーハンっていうのを売ってました。ね、おこげをわざわざチャーハンの中に、ビビンバチャーハンの中に入れて、このなんかこう香ばしさっていうんですか、それをまあ強調するとかですね、こういうことなんかも取りまくってますもんね。本当ですね、うん、それがまあ安くあるということでびっくりしてありましたね。それから他にもですね、面白かったのは、お弁当、子供の、でこの弁当風のに向くようなおかずがですね、6種類ぐらいちゃんと一つの箱に入って冷凍されてるんですよ。でそれはもうあのビリビリ紙のなんかこんな何ていうかこうあれ小分けのね、なんていうんですかね、お皿、紙のね、お皿にこうありますね、紙のお皿におのおのそのおかずって、はい、最後の一品が足らんとか、これはうちの子供好きやっても、うん、ちゃんと冷凍食品入れとくとですね、ちょうど昼ご飯ぐらいになってカバンの中からまあ弁当を出すとか、いろんなところに弁当を出した時にそれがちょうどまあ解凍されてましてね、もう先にチンしないんですね、チンもしないで解凍されてるということで、小分けのまあそういうのがまあ9種類ぐらいの種類が出てるらしいんですけどね、だからそれをずっとこう使い回せばですね、まあ、一品のおかずで最後で苦労せんでもええというようなことがありましたですね。それとパスタがですね、一人前300円、これは100種類以上ありましたね。でこれでまあそのイタリアの方がそのゲストの中におられるんですけども、そのゲストの方が食べてみてですね、イタリアのパスタよりもうまいと、そう言ってありました。まあ、これちょっとね、ちょっとまあお上手もあるかも分かりませんけども、まあ、真面目な声していただきましたから、結構それぐらいのところまで日本のそのパスタっていうんですか、これ300円です、毎日100種類のパスタっていうのは美味しいもんらしいですよ。でも確かに私もパスタも冷凍しか食べないんですけど、本当に美味しいですよ。お店で1000円以上するのがそれこそ300円以内で食べられたりします。そういうことがね、本当にすごいです。桜山さんも信じてないわけないですけども、まあ、この番組でも外国のそのイタリアの方がね、まあ太鼓判をしてありましたからね、まあ、おっしゃることはその通りだと思いますね、はい。まあ、そんなあの本格的なものが冷凍食品にも出てるということですけれども、それともろかったらもうちょっと行きましょうかね、あの餃子のね、あれ無人のね冷凍餃子売ってる店がですね、この頃なんか全国でこの会社だけでも300以上できたと言いますね。全国に。でこの人も体験、フランス人がこれ体験に行ったんですけれども、あのハローって入っていくわけですよね、まあ、ハローって言ったことおかしいわ、フランスから言うたことなんか、まあ、ごめんやすとか言うて行ったんですよね。ごめんやす、一番言わなそうですね。そうですか、はい、僕はそれどなっとったんですか、はい、まあ、そんなんでそのごめんやす言うて行ってですね、入っていったら人がおらんわけで、こう見てもね、で棚がザーッと一種類の棚がもう一種類の餃子がこれね、これね、36個入りで1000円入れました、税込みでね。でこれがいっぱい並んでるんですよ。でその勝手にその無人のところに行って、店員がおりませんので中から開けてですね、取り出して、で1000円をこのね投入箱みたいなところがあるんですよね、要は田舎行きますと無人販売店の野菜とかあれと同じで、そこにポッと入れてですね、でスッと出てくるんですよね。でこの方が出る時にもなんか周り見渡しながらですね、なんかなんとなしにこう気持ち悪いような感じで出てくるわけですよね。というのは、まあ、フランスではこれありえない商売です。こんなことしといたらね、餃子は全部その瞬間なくなるし。それから他にですね、他にありましたのは五目焼きそば、エビのチリソースとか、あ、美味しそう、エビ蒸し餃子、これがね、なんか横浜のマンチン店という有名な料理屋さんの、まあ、コックさんが作られたものらしいんですけど、そんなのがどんどん、で中華丼っていうのもね、これで1400もしてました、これ。なんでこれびっくりしたかというと、その中に握り寿司があったんですよ。おにぎり、あのいわゆる何巻と言われてる、はい、握り寿司ね、握り寿司、それもしかも有名なお寿司屋さんのですね、なんとかいうところが握ったやつで、それがそのまま解凍すればですね、全く作った時と同じような味わいでできるという、信じられるんでしょ、はい、あので普通やったらね、まあ、あのネタだけをあの、まあ、冷凍して上に乗せるとかね、いいなし、そのまま握ったままの格好でもうそのままで出てくるんですよ。
信じられない。信じられないですか。まあ、そんなことがいっぱいありました。すごいですね。はい。あの里山さんの方はどうでしたですか。なんかいろいろ調べてみたかったんですけど、そうですね、最近、はい、あの冷凍食品で一番話題になってるのっていうのが、うん、冷凍食品なんですけど、うん、冷やし中華っていうのが出て、これがものすごい話題なんです。解凍した時どうなるかってことですよね。ですよね。ちょっと不思議なんですけどね、うん、まず発売されたのって今年1月なんですね。で発売されてすぐに、うん、もう SNS とかメディアとか、あと、はい、人気のバラエティ番組で取り上げられて、さらに話題沸騰したんですよね。でこれ作った方がなんでこれ作ったのかっていうと、まあ、どうしても電子レンジってね、本当に美味しい、とにかく美味しい瞬間を閉じ込めてて電子レンジチンして、うん、その瞬間を味わえてみる、賞味期限も気にしなくていいみたいなところがあるんですが、一つ欠点があるとしたら、あのこうなんですかね、温めるときにムラができてしまうっていうのが電子レンジの、あ、この冷凍食品の一つ欠点だということがあります。はい、私もパスタこう解凍するときに真ん中だけ凍ってるとかよくありますので、はい、でそれを逆手にとって、うん、これで、うん、意外といいんじゃないか、中華そばということで、冷やし中華ということでね、まあ、作られたそうなんです。ムラがあってもいいということですか。はい、はい、その、まあ、冷たいところ、冷たくないといけないじゃないですか、冷やし中華、ね、そうなんですよね、はいはいはい、あとやっぱり今ってこう少子化で、単身世帯が多いとか、コロナでこう一人で食べることが多いといって、うん、こういったです、世間の流れっていうのにもすごく合ってるっていうのと、はい、あと冷凍に麺をした時に、はい、これがあの美味しいんですよね、うん、麺の食感が冷凍すると良くなるっていうのが一つあって、まあいろんな利点があってこれが作られたそうなんですよね。でまあ結構冷やし中華って自分で作るんだったら温めた麺を冷やさなきゃいけないとか、そういった面倒なところがあるんですが、そうですね、これもね、レンチン一発ですよ。手間がね、すごいですね。ねえ、これちょっとまだ食べたことないんで、ああ、一遍食べてみたい。ちょっとこれ食べて、握り寿司も一遍ね、本当に見たいです。これね、みんな食べた食事した人がびっくりしてましたね。もうその職人さんが目の前で握ったのと同じ味が出てました。でこれにはね、急速冷凍という技術が、まあこれね、日本独特と言ってました。まあ他にもあるかも分かりませんが、番組ではそういう発言もあったと思うんですけども、今まで冷凍するのに30分ぐらいかかってやったと。以前は何日もかけたとかいう話は、これもずっと前の話ですけど、まあ、30分ぐらいで、まあ、このもの冷凍ができる。それでも早いですよ、ね。ところが、この今の寿司の冷凍の場合は3分で OK なんですよ。で、あの液体のアルコールを冷やして、そのアルコールの冷えた中に、その、まあ、真空パックをしたお寿司をそのままの状態で入れて、3分経てばそのままの状態だ。で肉のステーキもそうでしたね。グニャグニャのステーキの美味しそうな分厚い2センチぐらいであるやつを、まあ、古いなぁ、あのパック入れてですね、で3分間それ入れて、あ、出てくるんですよ。でそれで金槌って叩いたらカチンカチンって音がする。でそれなんでこの3分冷凍がこんな美味しいかというと、冷凍を済ますとですね、30分かけて冷凍してたとすれば、いや、水が中の食料の中の水が氷になって大きくなって、大きな氷で冷凍してしまうと、まあ、あの難しく置いておいてですね、3分ならばその中の水の氷がして非常に小さい粒で氷になって細胞を傷つけないと、でだからまあ細胞の中に入ってる美味しい汁みたいなものがしずるっていうんですかね、まあ、そんなのがまあ中に飛び出ないのでこういうことができるっていうのが言ってました。あ、冷凍のステーキって解凍して食べた時に、はい、どうしても冷凍臭さがあるんですけど、はい、きっとそれがないですね。その寿司でですね、あれだけの本当にそのままでした。ご飯もピカピカピカって、いや、これは僕も食べてみたいと思ったし、僕らはまあ割と僕の80何個ですけども、まあ、冷凍食品といえば、なんか味がやっぱりまずいとかですね、いや、そういうイメージなんですよ。なんとなしにもう食いにくいとかいうようなことで、ちょっと電子レンジもやっぱりね、ちょっとやっぱりその電波のことがあってね、ちょいちょいしたと。だからそれ、これ見てたら、こんなもう全くなくなってしまったなっていうか、むしろどっちかというと保存とかですね、運搬にええというだけではなしに、遠方からうまいもんがそのまま届くというで、うまいもんがもうそのまま冷凍しておいたらですね、もうまあレストランで出してもわからないというんですか、ぐらいに美味しくなるということで、食料品のですね、その、まあ、なんていうか作り残しとかです、ね、無駄が減るという意味で SDGs の、まあ、いわゆる思想にも合っているという、
変わった。ええー、とこばっかりでね、悪いところが本当にひどかったんですけども。確かにそうですね。ねまあそんなんで、僕もこれからちょっと冷凍食品の弁護紹介になって思いましてね。今回ローソンさんもできましたし。コンビニさんも美味しいのいっぱいですね。だからその辺もまたちょっとね、入門してみようかなと思ってるんですけども。まあ知らんことって恐ろしいことで、まあ実際ね、それからまあ人の聞いた話やらしい、自分確かめてみると分かりませんけども、その日本の冷凍食品の優秀者みたいなものですね、改めて感じましたね。まあ、僕ら冷凍食品言いますと片口サンドでサヌキうどんも思い出すんですけどね、あれでやっぱり冷凍食品がうまいな、頑張ってきるなというような感じもいたしましたね。そんな話をしているうちに、ちょうど時間となってしまいました。またちょっと後残った話題などはこの時間の最後の方にね、時間またお話したいと思います。以上でございます。